アマゾンのですね荷物を受け負いで運んでいた方がまあ事故にあってで労災認定されたんですよ。これね大ニュースですよ。<laughs> NHK とかあの民放のニュースではなかなか出てこないかもしれませんけど大ニュース。だってずっとアマゾンはその。 運ぶ人に関してはまあそれぞれのんていうんですか請負いの契約だとかねいうことでその労働者としては認めてこなかったわけですよ。うん。それをね認めたっていうことですね。労働基準法上の労働者として認めたということになるんでこれはね本当に大ニュース。 うん、この判決が最終的に効力を持つということになるとアマゾンはいろいろやんなきゃいけないことが出てきますね。うん、で、まあ、アマゾンで働いている、まあ、アマゾンの荷物を主にね運んで働いている人たちにとっては、えー、大変あの、まあ、朗報だろうと思います。あの法律のの世界っていうのはすごく まあ,面白いことがあってあのまあ世の中どんどんまあ例えば悪い方向にこういってるなと <laughs> ね法律を無視するようなまあ場合によっちは憲法を無視するような方向にいってそういうのが是認されてえどんどん世の中悪くなっていくねっていうふうに感じている人も多いでしょうしあのそういうこともあるんだけどその中で例えば最高裁の判決でこういくつか。 あ,のあるいは判事の個別の意見の中に何、えー、て言うかな正気を保ったものというか、えー、常識にかなったものこういうものが登場することがあるんですね。でまあ労働関係なんかはまあ今ねあの連合のあの会長さんの何て言うかなあの振る舞いなんか 見ててるととても悲しくなりますけどそれはちょっと置いとくとしてもその労働者の世界でその権利を守るためにあのまあなんでしょうそういう方向性の法的な判断が下されているということもあるんでまあ丁寧にあ丁寧ってね なんか最近「丁寧」ってすごい政治用語みたいになってるけど何でも「丁寧」ってやるとああそうか丁寧いいんだ」って納得しちゃうっていうそこねは気をつけた方がいいですけどまあそんな気がしております。えっと今世界的に起こっている問題であのまあウクライナの戦争の話をちょっと別にすれば。 ノーベル平和賞の受賞者がイランで現在もテヘランの刑務所に収監されている女性のに平和賞ということになりました。ノーベル平和賞の,その政治的なんて言うんでしょうね動きっていうのも同時に見ておかなきゃいけないんでしょうけれども。 ここれもある意味常識にかなったことですよね女性の権利を主張することで、えー、逮捕される逮捕を投獄されるというふうな、えー、国はねあのそれでいいとはちょっと思えないですよね。うん、<coughs> まあそのことが一つありそれからこれはまあある意味目で。 これもまあある,ある意味めでたいことだと思いますが札幌市が <laughs> 2030年のオリンピック・パラリンピック招致これを断念されましたで34年以降について <coughs> 相談をするみたいな話になってるんですけど多分もうダメでしょうねやめときましょう <laughs> やめた原因の中には、まあ、コロナの問題も当然あったんでしょうけれども障子活動がなかななかかかうまくいかないあの、まあ、その原因の一つは東京オリンピックであまりにも問題がこう吹き出したからっていうことも原因の一つとあるようですね一つにあるようですまあ典型的にはねあの東京オリンピックをめぐる、えー、汚い金の動き <laughs> まあ今はちょっと違う形でね外苑のまあ開発の問題として立ち現れておりますけれどももとはといえばあれもまあオリンピック東京オリンピック絡みの問題ですよねまあこれこんなに問題の大きい大会をやっちまった、え。ー ね、国の国民としては「札幌よ行っちゃダメそっちがえっていう感じがありますけど、うんまあ、もうちょっと違うことで、えー、どうぞ進行を図っていただければと思います。えっ、ー、と今朝冒頭で今朝というか今日ですねあの冒頭でお話ししたいなと思っているのはそれらとは全然関係のない ええー、まあ今日が何日6日ですね2日の日に行われた、まあ、例の亡くなったジャニー喜多川さんによる、うん、いわゆる性加害問題、まあ、性加害事件っていうふうに言ってもいいと思いますけれど、えーまあ、数百人の方が 保証を要求されているようですがこの問題に関わるジャニーズ事務所による記者会見の2回目が開かれました、うん、でまあ記者とのやり取り云々ということをあの、まあ、本来は問題にすべきなんでしょうけれども、まあ、それ以前の問題として、えー まあ非常に深刻な問題が出てきてしまった会見になったということです。あの会見の基本的な内容はなんか名前を変えてつまりジャニーズ事務所という名前を捨てて別の会社の名前名前を変えでその名前を変えた旧ジャニーズ事務所が保証の問題を 1>, まあ1から10までやるんだとでその保証の問題が全て済んだ後でその会社も廃業するということをまあ言ったようですうあの1回目の会見の時にあのジャニー喜多川さんの名護さんですかね で彼女が、えー、いわゆる代表取締役としては残って、えーまあ、社長の座を退くけれども代表権のある取締役で居続けるということでそれから東山さんと、えー、彼女を中心とする。 体制というのはこれは身内そのものなので本気で会社の改革を考えようとしているとは思えないという一般的な評価が下ってしまいまあそれに対して明確な答えをやっぱり出さなければいけなくなったというのがまあ今回だったんだと思います。 うん、まあねえー、今回出された結論というのは、まあ、まあそれなりに潔いもののようにも見えますけれども果たしてそれを実行する保証をどのように作っていくのかっていう問題は相変わらず残ると思うんですけどね。まあ、そういうい 会見だったということなんですがびっくりするようなことが <laughs> えまあ分かってしまった <laughs> 会見の運営を依頼していた FTI コンサルティングというこれはもう世界的なコンサルティング企業でえ確か世界75カ国か何かに死社というか現地法人を持ち まあ名だたる大企業大企業だけじゃないと思いますけれどもいわゆる経営上のコンサルティングまあこれはいろいろありますよね。裁判に対する対応ということもやりますし経営の問題でもやる。 この FTI の F っていうのはフィレンジックっていう言葉でどうやら法科学法律次元の科学のことのようなんですねつまり法廷で使える言語を持って問題を解決してみせるっていうことだと思うんですねすごいすごい鼻息の荒い会社だなと思いますけど つまり裁判になっているかなっていないかにかかわらず問題の解決をいつでも法,の法廷に持ち出されても勝てるようなやり方で解決するということだと思うんですがまあそれだけ鼻息の荒いでしかもその仕事にその仕事で成功している企業と言っていいですよね。でそこが ジャニーズ事務所との関係がどのくらい以前からなのかとかえそういう話はちょっと出てないような気がするので私も分からないんですがえまあ記者会見の運営を任されてえやったわけですねでこっから先活躍したのは NHK のカメラだと思いますがえ会見が始まるときにえ記者席の まあ横手の方から、えー、この FTI コ,、まあ、コンサルティングのコンサルコンサルの、えーまあ、女性だと思うんですけどそこの資料を小脇に抱えて、えー、ずっとこう移動して、えー、司会席の方に行ったその時に抱えていた書類の中がちょっと開いてえー 顔写真がこう並んでる場面が出てきあの見えてしまう。で、これは、えー、しかも、指、えー、名 NG 記者というね、ま <laughs> あこの指名は、あの、指名の方だったみたいですけどね、NG 記者の名前と写,写真を、まあ、なんていうんでしょうか、記録したというか、そういう、それを、あの、 それが載っってていいる資料を作っていたわけで,す、ね、で、すねこれは、あの、何度手を挙げてもなかなかさせてもらえない人が、まあ何人かいたっていうこととか、これは、あの、つまり司会席の方から、厳しいこという記者を質、まあ質問させないように、 まあコントロールするたための資料であったはいはいって手を挙げた人が例えば鈴木エイトさんだったら、えー、資料を見ればあこれは NG だっていうで見えないふりして別の人にえー、っとそじゃあこちらの方みたいな感じで、えー、指したんでしょうねでところが当初ですね、えー、つまり司会者がそれをやっていたんではないかということに対して えー、そういうまあメディアがそれに取材しましたら、えー、FTI コンサルティングはですねそれはないと司会者にはその資料は言っていないっていうふうに最初答えてたんですよ答えたところが今変わりました、えー、司会者の手元にもありましたと、うん、でこれなんか打ち合わせの段階でですね NG というふうに記者の写真と NG というふうに書かれたリストを事前に見せられていたそうなんですがそれはどういう意味ですかと絶対ちゃんと当てないとだめですよっていうふうに井ノ原さんがそのコンサルに対して言ったそうなんですね。つまり そういうふうな資料を作ってきていたということは分かったけれどもジャニーズ事務所としては、えー、それを使うなんてことはとんでもないからやめてくれと、えー、言ってましたという話になってるんです。うん、で、まあ、これが本当であれば井ノ原さんの姿勢はまあまっとうですよね。うん 記者会見ってそういうことをしたらあダメですからね。うん、でまあそのなんていうんですかあの実際そのそ,そこの仕事を受けていながらその、えー、記者会見を終えするにあたって FTI コンサルティングはその資料を使ったんではないかという。 疑惑が出ています、うん、これ逆にあの答えるあ当ててもらえる記者さんたちに対する疑惑も生じてき,きちゃいますよね。あそれはのそんな痛くもない腹をさら探られるような感じになるかもしれないけどでもコンサルティングがコンサルがそこまで徹底して何かをやろうとしたんであれば。えー 答えてもらう質問をしてもらう記者さんを用意してきた可能性はないだろうかってまあ普通考えますよねでまあそれも今のところ分からないんですがどうもやっぱこの件に関する情報っていうのはメディアはできたらあんまり伝えたくないと思ってるのかもしれないですねうんまあそのちょっと後ろめたいところがあるじゃないですか。 ジャニーズ事務所の問題について分かっていながら、えー、実際ね本も出て裁判も行われていて、えー、なのにジャニーズ事務所との関係はメディアはずっと続けてきたわけですよね、うん、だからなんかあんまり大事にしたくないっていう雰囲気があるのかもしれませんけどできれば伝えたくないみたいな、うん、でまあそれはもちろん分かりませんけど あのもしこれがねあのあつまり心配するのはこれあのよく日本軍の失敗の話の時に出てくる戦力の蓄次投入って話があるじゃないですか。あれのまあ逆の話なんだけど失敗をあの何て言うかな失敗を暴かれた時に。 その時は分かれてる範囲でちょろちょろっとあこれはそうそうでしたって認めてでただそれ以外は潔癖ですみたいなやり方をしていったのがいろいろ取材されて次第に明らかになって少しずつ後退していくっていうねこれ最悪なわけですよえまあ問題に対してその根本的に、えー まあ、改革をしようという意識はそこからは読み取れませんからねだからそういうふうになるのは非常に具合があり NG リスト質問させたくない記者のリストを作ったことまでは認めたで当初は司会者はそれを持っていませんでしたと言っていたのを今あの司会者にも当たっていたことが どうも分かったみたいですね。でさらにその先があったらどうしようって考えますよね。その先っていうのは今言った僕あの私が言いました、えー、質問できる記者をアレンジしてなかったかっていう風うな話であるとか、あるいは、えー、ジャニーズ事務所側はそれを使うことを容認していたのではないか。 っていう風な疑惑少なくともジャニーズ事務所の幹部の中の誰と誰は知っていたそれを使うということを知っていたのではないかというその疑惑はどんどん広がっちゃいます。今ねあのテレビ局はまあジャニーズ事務所がないとやっていけないようなところはもしかしたらあるのかもしれないので。 えー、追及がもしかしたらちょっと甘くなるのかもしれないけど「週刊文春」はそうはいきませんからね <laughs>、まあ、また文春法が炸裂する事態にでもなれば、えー、話はどんどん大きくなっていくとなればジャニーズ事務所を再建するというか少なくとも保証問題を、えーまあ、ルートに乗せて、えー、きちんと対応して、えー、申し訳ありませんでしたと。 いうまあ保証とという保もにそういう姿勢を示してそして廃業していくというねその流れにもしかしたらまた水をさすことになるのかもしれないそんな新しい事実が生まれてくるのはかなわんなという気がしております <laughs>。一般に記者会見のの問題いいいうのはいろいろああってえまあ その記者会見の様子をそのまま流すと、なんでこの記者はこんな偉そうに言ってるんだろうとかですね。<laughs> えー、なんかつまんない質問をしてるなとか、えー、まあいろんなことがあると思います。あのまあ記者さんの意識としては、国、えー、まあ国民ないし視聴者ないし購読者の皆さんが。 関心を持つつようなことについてその人たちが知りたいことについて相手に聞き正すでその中に不鮮明なことがあればあ一つ一つ取り上げて、えー、それこそ丁寧に、えー、どういうことなのか、えー、解明していくということをやる、まあ、それを期待されているのがメディアマスコミだっていうふうにね、えー、思っているはずですよ。 記者さんはねまあ手柄を立てたいっていうこともあるかもしれませんけどうんその過程でなんとなくこう正義の味方みたいになっちゃってですねまあこういうのは全部え私自身にも返ってくることなんですけどね、あ。のー これさっきねマスターとちょっと話しててあの、まあ、思い出したことがあるんですけど、うん、いわゆるツッコミっていうことを要求されるんですねテレビのリポーターでもその相手に対するツッコミっていうのは相手がその善人とか悪人とかあの何かをやった犯人とかあの目撃者とかそういうこと全然関係なく。 相手に質問するときには、あの、何ていうかな、相手が答えたくないと思うところを、あの、ちゃんと質問して答えさせなきゃダメですよ、ということなんですね。で、そこを曖昧にして、まあ、それは隠したいこともあるでしょう、って言って、あの、ありがとうございました、って帰ってきたのは、これは記者ではなくて、えー、な,なんでしょうね。<laughs> マイクを持ってただけっていう、そういうことになっちゃう。で、こういう、 まあそれを称してツッコミというふうに言ってたんですがこれはもうなんかだからあのツッコミといっても相手がそれで機嫌を悪くするかするとは限らないうんあの相手もその質問し厳しい質問をされたおかげで、えー 大事なことを思い出すってこともありますしそれは実際あるんですね。まあそういう意味ではあの厳しい質問ということで言えば全部否定する必要はないんですけれどただまあ目に余るようなねあの質問というのは まあ、それはやっぱり、その記者の。なんていうんでしょう。品、品性が問われてしまう <laughs>。まあ、実際、そういうことも過去はありましたんで。まあ、そんなふうに考えました <laughs>。まあ、あの会見をめぐっては、いろいろと。ご意見がある。あろうかと思います。あの、この番組の。放送中でも、結構ですので。私は、こう思う。 というふうなことがありましたら、えー、お寄せいただければ幸いです。と、えー、いうところでちょうど8時30分ですね。えー、1曲もいいですかはい,い,い大丈夫ですか、はい、こんジミー・ジュッフレ。ジュッフ,フリー。ああ、英語読みでいいの、はい、ジミー・ジュッフリー。ディープ・パープ。